ムマが紡ぐ夜風のファンタジー。サイト、ずっと待ってたんだから。え、なんで俺こんなところにいるんだ。修理代が思ったよりもかかっちゃったから、ショックで意識が飛んじゃったのか。おお、あのメイドさん、びっくり。見つけたわよ、このバカ犬。なんだよ。イエスだ。俺はもうダメかもしれない。そんな、しっかりして。サイトさん。おはようございます、サイトさん。この制服なんか着てるの？なんでって、これから学校に行くんだから、制服を着ているのは当たり前でしょ。おかしなサイトさん、もしかして悪い夢でも見たんですか？嫌な夢っていうか、ごめん、変な夢を見たから混乱しただけかもしれない。ならよかった。ごめんな、シエさん、心配かけちゃって。いいえ、それより早く起きて支度してください。一緒に登校する幼馴染を遅刻させる気ですか？幼馴染？そうだ、生まれてからずっと一緒の幼馴染だな。俺とシエスタ。そうですよ、サイトさん、まだ寝ぼけてるんですか？いやほら、時計を見てください。急がないと本当に遅刻しちゃいます。遅刻？どこに？もちろん学校ですよ。
校？そうか、学校だよな。ほら、サイトさん、早く着替えてください。今度遅刻したらグラウンド30周なんでしょ？そうだった。やべえ。
ちゃん、毎朝サイトのバカを起こしに来てもらって。いえ、気にしないでください。お母様、運が悪かったね。あんた、サイトなんかと幼なじみになっちゃって。習慣になってますし、日常の一部って言いますか。で、そんなこと考えてる場合じゃない。急がないと。シュウさん、お待たせ。準備できました？バッチリ。本当ですか？今日体育の授業がありますけど、ちゃんと体操着持ちました？お、ほらやっぱり。そんなことだろうと思って用意しておきましたよ。おお。やりましたか？今日の二次元の。いっけね、そっちも忘れてた。やっぱり。後で私の見せてあげますね。食べないと元気が出ませんよね。そんなの生きながらでいいよ。お行儀悪いですよ。でもそう言うと思ってマーガリンとジャム塗っておきました。サンキュー。じゃあ行こう。シエスタ、早く行こうぜ。遅刻しちゃう。サイトさんが早く起きてくれれば走らなくてもいいのに。公園、子供の時よく一緒に遊びましたよね。そうだな。懐かしいですね。あの頃とちっとも変わってないです。でもあのジャングルジムもっと大きかった気がしたけど、縮んだ？違いますよ、私たちが大きくなったんです。だよな、縮むなんて魔法かっての。もうサイトさんたら。ねえサイトさん、私たちこの町でずっと一緒に過ごしてきたんですよね。小学校も中学校も高校だって同じだし。
緒ですよね、私たち大人一緒なんじゃないかな。シエスタが俺の幼馴染をやるのが嫌になっちゃったらそこで終わりだろうけど。嫌になんかなりません。冗談だって今のは。そんな大声出すなよ。冗談でもそんなこと言わないでください。ごめん、そんなに怒らないでくれよ。な、な。それ逆だってあるじゃないですか、サイトさんが嫌になっちゃうことだって。え？俺が？そんなことありえないって。優しくって頼もしい幼馴染がいないと俺点でダメだからさ。今日だってシエスタがいなかったら体操着忘れて宿題も忘れて先生に怒られてただろう。だからこれからもよろしく。サイトさん、じゃあ証拠を見せてくれませんか。これからもずっと一緒だっていう証拠。証拠？キスしてください。はあ？シエスタさん、何をおっしゃってるんですか。私本気です、サイトさん、お願い。シエスタ、ではお言葉に甘えてありがたくいただきます。あ、サイトさん危ない。え、遅刻遅刻。うわだな。やかましいし、うるさいし。でもまあ、ぶつかったのは俺でよかったな。シエスタだったら、きっと怪我をしていた。ご勘弁を、ご主人様。
私は犬でございます。ワンじゃない。うわあ、いつまで寝てるの、サイト。あれ、もうご主人様よりも遅くまで寝ている使い魔なんてありえないって何度言えばわかるのよ。お前さっきパンかじりながら走ってなかった？サイト、いつまで寝ぼけてる気なの。貴族である私、バリエル公爵家の三女ともあろうものがそんなはしたない真似するわけないでしょ。でも遅刻遅刻って騒いでただろ。そうよ、このままだと朝食に遅刻するじゃない。早く準備を手伝いなさい。セーラー服。セーラー服？何をする？いや、いいんだ、なんでもない。えいえい、ほんと人使いが荒いんだ。何か言った？